こんにちは、モニです。本日はネモフィラ、北アメリカ西部生まれの一年草、草丈10センチから20センチ、開花期4月から5月。でも我が家のネモフィラ、3月中旬にはもうすでに咲いておりました。今年はあったかいんですよ。だからね、咲いちゃった。で、この色がね、土定番のこの色と、我が家には、真ん中が紫紺みたいな色と周りが白のネモフィラがこれから咲きます。咲きましたらまた画像動画をアップしたいと思います。で、耐寒性はやや弱い、対処性も弱い。もう今が一番この子にとって強い時期なんです。で、日当たりが良くて涼しい気候が好み。気温が上がると枯れてしまいます。多湿は根腐れ、病気の原因。用土が乾いてからでいいんです。たっぷり水をあげましょう。我が家は鉢植えなので、成長によって液体肥料を施しております。病気もありますよ。なる前に日当たりと風通しに注意してくださいね。アブラムシもつきます。見つけたらすぐ駆除です。それでは以上、モニでした。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。